北アナトリア断層とサンアンドレアス断層の比較北アナトリア断層とは約1 0 0 0トルにわたってトルコ北部を東西に貫く断層帯である右横ずれ断層であり世界的に見ても特に活動が活発な活断層の一つプレートテクトニクス理論の考え方及び GPS のデータをもとにした観測ではヨーロッパから東アジアまでを覆う巨大なユーラシアプレートと アナトリア半島を覆う小さなアナトリアプレートの境界にある断層である。両プレートのズレを大きく反映しており、断層の北側は東に、南側は西に動き続けている。位置づけとしては、サンアンドレアス断層と同じトランスフォーム断層に分類される。北アナトリア断層はイスタンブールの南約 20km とかなり近い位置にある。またイズミットやエルズインジャンでは、 町の真下に断層があると考えられており、防災上重要な断層である。この断層では、過去に多数の大地震が起こったが、約 1000km と非常に長い断層は一度に動くことはなく、数年に一度少しずつ動いて、多数の大地震を発生させている。北アナトリア断層は、エルズインジャン付近で、北西アナトリア断層と接する。また、アルメニアとトルコの国境付近で、 東アナトリア断層と接する。トルコ中部のチョルム県付近ではアリカ断層と接し、北西部のサカリア県付近ではギブ断層と接する。北アナトリア断層で過去に発生した地震の経過図過去に北アナトリア断層で発生した大地震のうち記録に残っているものは以下の通り。表記は左から順に発生年月日、震源、被害地域、マグニチュード。 ありがとうございます。